オーストリアのウィーンのハプスブルグ家から日本でほぼもらった人は3人ぐらいしかいないであろうと言われる平和の炎賞をもらったという、龍馬記念館がもらった。なぜもらったかというと、これ龍馬記念館主催でウィーンでもやったそうですが、今度高知でやるということで、これがハプスブルグ家から平和の炎賞というのをもらったそうです。なんかすごいことらしいです。この紙面の皆さんというのは私たちの土佐女子の同級生です。で、土佐女子卒業してウィーンへ渡って、ウィーンでオペラ歌手になりました。で、今度4月の13日に、オレンジホールでこのウィーンであった同じオペラをオレオとリョーマというのをオレンジホールで、リサイタルを開催します。で、1時半会場の2時からで、前売り券は1000円です。ウィーンまで行けなくても1000円で同じオペラが見れますので、で当日券は1500円ということで、プレイガイド等で、龍馬記念館もでも売ってますけども、ぜひ高知出身の、ウィーンで頑張ってるオペラ歌手をぜひ皆さん見に行ってあげてください。以上です。